足のロック方法ですね。一番簡単なのはこうレバーでやる。と3なんですね。こっちが4だ。はいはい、はい、なるほど。すごいこだわりを感じますね。はい、そういうところはもう相当。ベルボンさんが亡くなるんじゃないかっていうなんか噂がネット上に書いてあったんですけど。皆さんこんにちは、渡辺亮です。今回も白馬写真産業の石原さんにお付き合いいただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は三脚質問コーナーということでですね、三脚を買おうと思った人がパーツの違いがあるじゃないですか。はい、あります。それでどっちにしようかって悩みがちなところをちょっとポイントを教えていただきたいと思います。はい、はい、お願いします。足のこのなんかロック方式とかこういうこうなんかパチンとやるのが2種類あるということなんですけど、はい、足のロック方法ですね。一番簡単なのはこうレバーでやるタイプで指でこう持ち上げて伸ばす、で好きなところでまた止める、これが一番簡単なレバー式って言われているものですね。レバー、はい、まあ、レバーでこう回避、まあ、その通りですね、そうです、パチンと、はい、どっちかというとあの初心者の方に好まれるタイプでして、やっぱりこう目で見てロックされてるされてないっていうのが一目で分かるっていうことと、まあ指でこうやってるので簡単に締められるんですね。その代わりあのメンテナンスとかはちょっとしづらい、まあ、三脚でどうしてもあの間に砂とか水とか入ってあるので、それを掃除とかするんですけど、ちょっとこうレバー機構を外したりが難しいのでメンテナンスはやりにくいです。だ操作はすごく楽ちんで、まあ、簡単に使えるっていう、そういうタイプですね。はい、その反面このナットタイプっていう昔からあるタイプなんですけど、これはあの回すと出てくるんですね。おお、こっちは回すんですね。そうです。はははただ見ても閉まってるのか、確かに緩んでるのかわからないので、こう手で慣れてる人じゃないとちょっと使いづらいなっていうのがあります。いいところとしてはこう。いくつかこう持って同時に出したりなんかもできるんで、同時に操作性はまあ一概に悪いわけじゃないんですけど、なんとか大きいタイプだと1個ずつ回さないといけないので、で反対で締めればまとまる。でどっちかってこうくるくる回さなきゃいけないので、さっきのレバーみたいにワンタッチでっていう感じにはならないので、ちょっと面倒な。スピード感とかだったらこっちのレバーの方がいいですね。スピード感とか操作性っていうとレバーの方にまあ分があると。その代わりあのさっきレバーのところで言ったように、あのメンテナンス性っていう点で言うと、これ回していくと、はい、これどん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 緩んで、最後スポンって抜けるんですね。外れるんですよ、はい、完全に。で、まあ中のパーツも出てきちゃうんですけど、はいはいはい、慣れてる方は自分であの組み立てて直せるので、すごい。どうしてもこう濡れちゃったなんて時は分解して拭いたりとか、自分でできるようになるんですね。そうなんですね。そういうまあメンテナンス性なんかも考えて、まあプロの方なんかはだいたいこっちを選んでいる方が多いですね。これはナットロック式というものです。よりメジャーというか普及率が高いので言うと高いのはやっぱりこっちになりますね。こっちのレバーの、はい、なるほど、まあ、どなたでも使いやすいっていう、こっちはちょっとこだわりがある人、こだわり派とかあのやり込んでる方向けっていう形ですね。段数っていうのがあるんですよね、はい、なんかその足が何段かに分かれて出てくるっていう違いもあるっていうことなんですけど、そうですね、一般的に三脚は3段か4段っていうのがまあ基本なんですね。最近は4段がさらに進化して5段とか6段なんていうのもあるんですね。でまあ段数が多いってことはそれだけ伸縮比が高いので、畳んだ時は小さくなって、まあ、伸ばした時は一定の高さまで伸びますっていう、そういうものなんですね。その代わり足が3本あって、ロックするのが1つ増えると3箇所操作をしないといけない。2個増えたら6箇所なので、セッティングに時間がかかるんです。増えれば増えるほど、そうです、なのでどうしてもこう縮長って言いますけど、こう畳んだサイズを小さくしたい人が段数が多い三脚を選びます。あ、車の中に放り込んでいくような方はサイズを気にしないので、そういう方はもう一番あの段数が少ない3段を使っていただければ、まあ、最後まで足も太いですし、操作する箇所も少ないですし、まあ、便利に使えるということです、ね。なるほど。じゃあなんだろう、その手荷物を小さくしたいとかそういう人が段数が
多い方がいい、はい、なるほどなるほど。3段と4段で大体同じ高さだったら10センチぐらいの差が出るんですね、畳んだ時、うん、あこれもちょうどそういうことですよね。こういうこれちょっとシリーズとしては違いますけど、それでもそこそこ出てます。10センチ近くが出るんで、ね、こっちが、3段ですね、でこっちが4段、はい、はいはい、なるほど。まあ、高が10センチと思われるんですけど、リュックの大きさとかから考えると10センチってかなり大きいので、うん、結構ね違います、ね、バッキングには影響が出やすいと思うんですね。そうですね、なるほど。トランクに入れるとか、それとも10センチの差で規定オーバーになってたりとかするので、うん、確かに確かに、そういう、まあ、小さくする必要がある人はただダンスが多い方を選ばれると良いと、なるほどなるほど。人気というか一般的なのはどっちみたいなのはあんまりない。これはあの結構面白くてですね、はい、なんていうか、うん、初級者に近い方ほど小さい方を選ぶので、はいはい、段数が多い方がいいんですけど、はいはい、やり込んできて早持ちから上になるとやっぱり大きくても構わないので、より安定性とかそういう操作性とかを重視する方が多くなってきて、うん、3段の方が人気があるっていう感じでざっくり分かれてると思います。なるほど。やっぱ最初はちょっといきなり大きいのはなんか心理的にもちょっとハードルを感じるってことなんですか。そうですね、やっぱり乗ってくのが小さい方がいいので、入門の方は小さいのを選ばれます。なるほど。どっちがいい悪いとかじゃなくて、そうですよね、どっちかっていうとそういう傾向があるだけですね。じゃああと最後にこの雲台というものがあって、まあ、三脚のこの上のパーツですかね。それもなんか種類がいくつかあるというふうに聞いたんですが、はい、まあ、基本的に3種類ですね、雲台と言います。はい、これがまあ一般的なカメラ雲台って言われているもので、うん、まあ、スリーウェイ雲台なんて呼ぶ時もありますけど、スリーウェイハンドルが2個ついてまして、はい、つまみが1つついてます、うんうん、でこのハンドルでカメラを上下に向けますね、うん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 、でこっちのハンドルでカメラを縦位置にこう傾ける方ですね。でこのつまみでここが回るので水平方向に回る感じですね。はい、で、スリーウェイタイプっていう風に呼んでます。なるほど。これが昔からあるオーソドックスなカメラ、うんうん、雲台ということになります、うんうんうん、それから今度こちらですね、うん、つるんとした形ですけど、これはあの真ん中にボールがこう、ボールですね、本当に、うん、このボールの上に台がついてるっていう、そういうものですね、うんうん、でストップは基本的にこう1つです、うんうん、で時々2つ目 の、 あの水平だけ回るストッパーとかがついてるのもありますけど、うんうん、基本的に一箇所でこう自由に緩むと、うん、もうこれで回すこともできますし、うん、向きも倒せますし、うん、でこの下も回っちゃいますので、本当に自由自在に動くっていう形の自由運体、うん、まあ、ボールヘッドとも言いますね、うん、っていうタイプと、はい、もう一つあるのがこのハンドルが長くてですね、ゆっくり動くんですね。ちょっと動かしていただけると、そこを持っていただいて、お、本当だ、あ、ゆっくり動いてると思うんです。重いか、そうですね、そうです、変にガクンって動かないようなやつですね。これがあのフリルド雲台とかビデオ雲台と言われているものです、ね、動画用ってことですか。主に動画用になりますね、まあ、動画ですのでこのスピードを持って動かすわけにいかない、はい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 、むしろその低速でゆっくり動いてほしいので、中のグリスが特殊なものが使われてまして、これじわーっとした動きになってるわけです、ね、なるほど。これをいかに抵抗なくじわーっと出し続けるかっていうのが、まあ、設計のミソと言いますか、ムラがあったりしてはいけない。そうですね、どっかでガクンってなったらいけないですもんね。抵抗が変わったりとかもよくない。はー、これがビデオ運動動画時計っていうことですね。これも昔から言われてますけど、はい、このスリーウェイタイプっていうのは、はい、風景写真なんか撮る方が、うんうん、例えば画面のこの部分にちょっと枝を入れたいとか、うんうん、奥の風景のあれを少しだけ出したいとか、うん、構図をすごいこだわる、うん、そういう方なんかこれで一方向ずつ動かすんですね、うんうん、でこうじっくり狙っていくっていう形です、うんうんうん、でこの自由運転の方は、うん、もう本当に自由に動くので、うんうん、まあ、相手が動いているとか、うんうん、あとマクロ撮影の構図を本当に自由自在に変えたいとかですね、そういった場合にはこの自由運転が好まれます、うん、ビデオ運転も本当に動画撮影に特化してますので、うんうん、もちろんこれでカメラを使ってもいいんですけど、うんうん、はい、あの超望遠レンズなんかだと結構ビデオ運転使ってる方が多いですね。おお、それは何なんですか、ね、っていうのはあのやっぱりすごい遠くのものを撮ってるので、はい、
かカメラ運動で少し動かすだけで画角が思いっきりずれてしまいます。ガクンってきますもんね。そうです。なので、はい、ゆっくり動くこのビデオの運動を利用するのが結構多いです。なるほどなるほど、はい、とボールヘッドの中に、はい、ボールヘッドこれは運動の上つけるとこですけど、はい、これは昔からあるこうネジをくるくるって回すタイプです、ね、はいはい。それとあとは今主流なのはこうグリップシューって言ってワンタッチでプレートをカメラにつけといて、ほうほう、それをこうガッと一発で締めるっていうクイックシュータイプと、ほうほう、上の部分でこう2種類あります。そうこっちはクイックだからそうですパチンと早く運台のサイズが種類が3種類と、うん、まあ、カメラの取り付けのところが2種類、ね、なるほどなるほど。ざっくり言いますとこういう分類です。運台だけでも取り替えたりもちろんできる、あ、できますっていうことなんですね、はい、あ、大抵の三脚は運台は回せば外れますので、はいはいはい、気に入った別売の運台なんかで用意して取り付けることは可能ですね。なるほどなるほど。入門機っていう、まあ、ファミリー三脚って言われてるようなものだと、はい、運台が外れないタイプになってます。あ、はい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 、なるほど。大体プラスチックとかでできてて軽くてっていうのは、うんうん、運台は外れない、うんうん、それから交換はちょっとできない。なるほどなるほど。そかそか。ただ最初からだいたいハンドル棒ついてて使いやすい形で出来上がっているので、うんうん、まあ、問題は何もないですけど、意外となんかこういうお話はみんな好きだけどなんかこう知ってるようで知らないみたいなところが多分あったと思うので、そうですね、はい、こうちょっとやっぱりこの一番専門家の方から大変詳しいお話を聞けてとてもちょっとマニアックだ。あ、いや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 、多分ねそういうのみんな大好きだと思うんで、はい、皆さん喜んでくれたかなと思いますが、はい、どうでしたでしょうか。はい、ということで、今回も白馬写真産業の石原さんに三脚について、選び方の違いですね、特徴を、はい、いくつか伺いました。で皆さんも三脚を使う機会があったらぜひ参考にしてみてください。ということで、ありがとうございました。はい、じゃあなんかまた機会があったらいろいろと教えてください。よろしくお願いします。ということでありがとうございました。他社様とのよりもこうベルボンさんなりにすごいこだわってる部分とか教えてほしいんですけど、はい、そうですね、やっぱり一つ一つの機能にですね、はい、まずは工夫を凝らすっていうところが一つあります、はい、まあ、独特な工夫、例えばこれなんかはまあ、フリーアングルって呼んでますけど、ここを握って回すとこう自由に動くとか、はい、こういった機構はなかなか他社さんではないと思いますね。はい、それとかこのウルトラロックって呼んでるものですけど、はい、これも握って伸ばして、うん、この小さい三脚がここまで大きくなるわけですけど、すごい便利ですよね。これもやっぱりより小さく、うん、より軽くっていう一番の要望のところですね、うん、それをいかに実現するかっていうところはすごくこだわってまして、はい、やっぱり大きいの持ってくの嫌じゃないですか、うん、そうですよね、はい、できるだけ小さく小さくって、うん、だんだん小さくなってって今はこの大きさまで来てるっていう、すごい小さいですよね、はい、でこれの素材はアルミだったりカーボンだったり、はい、っていうことは、あ、カーボンもあるんですね。カーボンのもありますね。カーボンだとやっぱりもっとこう強度が強くて、そうですね、小さいけど頼りになる感じになる、もう飛躍的に強度が高くなりますね。あ、はい、三脚はやっぱりボディ周りとあとパイプの継ぎ目とかも影響してくるので、うん、はいはい、カーボンだともうこのパイプのここの1本がすごく強いですから、ものすごいこのよじれ方向も強くて頑丈なものになります、ね、うん、そうなんですね。あとなんかさっきパイプのこう形状が違うんですね、ちょっとこのパイプがですねちょっと特殊な形をしててですね、こう半円がずれたようなデザインをしてるんですね、はい、こうやってみると分かるんですけどね、うん、面白いですね。このデザインによってひねると引っかかって止まるようになるんですけど、はい、これが寸法が微妙でして、やりすぎちゃうと乗り越えちゃったりもしますし、はいはい、かといってロックがかからないまま止まっちゃってもダメなので、はい、ここの精度の高さ、精度をその気にして精度するっていうのはものすごいこだわってるところではありますね、はい、うーん、カーボンだともっと難しいそうですね。そうですね、カーボンだともっと別な力が加わってきますので、これを強く締めたら割れてしまうとかいろんな話が出てきます。微妙なとこなんですね。そうですね、かなり設計泣かせだったっていうのは聞いてますね。すごいこだわりを感じますね。はい、はい、そういうところはもう相当やっぱり力を入れてますね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
足原さん最後に聞くの忘れてたんですけど、ベルボンさんが亡くなるんじゃないかっていうなんか噂がネット上に書いてあったんですけど、実際には何も変わってなくてですね、あの販売をですね、白馬さんに任せるということになったんですね。なるほど。白馬さんはいろんな商品扱って、ね、販売も広いですから、はいはい、まあ、そういう意味じゃベルボンはむしろプラスの方向に拡大路線でいくということです、ね、なるほど。設計とか工場とかは変わらずベルボンのままっていうことになる、うんうん、ブランドもベルボンが残ってます。じゃあベルボンブランドはもちろん存続で、はい、そのまま継続してますね。あ、はい、よかったです。カタログもこう新しいのもあって、お、はい、で来年度も今準備をしているところですので。お、なるほど、はい、じゃあベルボンファンの皆さんには引き続き、そうですね、新商品など安心して使っていただければと思いますしこれからもご期待いただければ、あ、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、ありがとうございます